最近シュッとして元気そうやね。なんかあったん？実は特定健診を受けたら、先生に放っておいたら将来病院通いか入院生活になるでって言われて、怖くなってきて運動して食事も気をつけるようになったら、最近体の調子もなんとなくいい気がするわ。へえ、すごいな。検査項目で要注意な人は専門家、医師、保健師、栄養士等がいろいろ一緒に考えてサポートしてくれる特定保健指導っていう制度が無料で受けられてすごい助かったわ。阿部夫さんはちゃんと検診受けた？聞く。平日は仕事も忙しいし、調べるのも面倒で結局受けてへんねんな。もったいない。大阪市国民健康保険に加入してる40歳から75歳未満の人は、血液検査、尿検査とか生活習慣病が発見できるいろいろな検査が毎年無料やで。しかも近くの医療機関とか区役所で土日でも受けられるで。区役所は予約不要やし、混み具合にもよるけど、だいたい1時間半ぐらいで終わるで。そうやったんや。それは受けるしかない。今から予約するわ。